会長に、スライドは後で公開しますので、必死にメモったりしなくて大丈夫です。で、まあ、細かいコードとかが途中で、すいません、細かいコードとかが途中で出てくるんですけども、すぐ見て使えるように全部、細かいんですけど、全部書いてあるんですね。それも今見ても、わからないので、後でじっくりご覧いただければと思っています。で、結構、私が今まで模索をしてきたというか、いろいろ調べたことを、ぜひお伝えしたいと思っているので、ちょっと詰め込んでるんですね、結構。なので、割とサクサクとちょっと進めていこうかなと思っています。なので、スライド自体は後でゆっくり見ていただけたらなと思います。で、まず、自己紹介なんですけれども、あかりほのかに、ちょっと読みにくそうでしたけどね、最初。あかりほのかにという、役で、フリーランスのウェブ DTD デザイナーをやっています。でまあ、社会人向けのウェブデザイナースクールで講師をやっていたりとかもしています。一児の母で、元パティシエです。で、ワードキャンプ大阪2012年の時に、その元パティシエということがきっかけで、深海チームで実行委員になってケーキを作成しました。で、目の前でこう皆さんがいるところでライブでケーキを組み上げるということをやったんですけれども、まあ、そういうことがあってこのワードプレスコミュニティと深く関わるようになりました。なので何がこうきっかけになるかわからないので皆さん今日来てこられてこの後懇親会に行かれる方もたくさんいると思うのでいろんな方とお話しされて仲良くなっていただけたらなと思います。ワードプレスでサイトを作るときなんですけれども、いつも固テーマを使っています。あんまりオリジナルのテーマをガリガリ書いたりとかはしていません。で、難しい話しません。できません。要するに私、プログラムも書けない普通のデザイナーなので、難しい話をしようにもできないんですね。皆さんもできるようなことをこれからはお話ししようと思っています。でまあ、ただブロックエディターがすごく好きっていうだけです。最初に出てきたときに、これは革命だと思ったんです。これはワードプレスで作るサイトが変わると思ったので、出てきた時からこう使い始めていろいろ調べて今があります。で今日はそれをちょっと伝えに来たみたいな感じなので特に難しい話はしません。今日お話しすることなんですけれども、ブロックエディタとはこれなブロックエディタって結局何なのっていうと、ブロックエディタの便利な機能でちょっとだけまだ不便だなと思うところで、ブロックエディターをより使いやすく、ここはちょっとコードが出てくるところです。で、ブロックエディターをより便利にするプラグイン。で、実際の運用の実例っていうのを話したいと思います。基本と、これ知ってると便利だよということをお伝えしていきます。こんな方のお役に立てるかもっていうのは、ブロックエディターをそもそも使ったことがない。プラスチックエディターをすぐインストールしてしまって、もうブロックエディターを使えないようにしちゃう。で初めにとりあえず使ってみたんだけど、なんかめっちゃ使いにくくないこれと思ってやめた。で使ってる、一応使ってるんやけど、そんな言うほど便利って思っていると。で、自分では使ってるんだけど、まあ、お客様に勧めるのはちょっとめんどくさいし、まだいいかなと思っているから、そういう方には多分お役に立てるんじゃないかなと思います。明日からブロックエディター使いたいと思ってもらえるのに、バグの話します。で、ブロックエディターとは、これがクラシックエディタ、ワードプレスの 4K まではこれがエディタでした。ワードプレスのエディタでした、まあ、見覚えがある方も多いかなと思います。これが新しいブロックエディタの UI です。5.0 から登場しました。まあ、なんか何が違うのかということですけれども、ブロックエディタその名の通りブロックを重ねていくような UI です。で、今までなったらクラシックエディターではこの境界が分かりづらくて、こうよくあるのは PTAG の中に画像が入り込んでしまうとかがあって、お客さんの方で何回言ってもこう PTAG の段落の後に画像を入れて、そしたら隙間がすごいなくなってて、これ何でやろうと思ったら PTAG の中に画像が入っているみたいなことになっていたりしていました。それはもう境界が分かりづらいからっていうのがやっぱり一番理由があると思います。一番のポイントは今までできなかったレイアウトが可能になったということです。カスタムフィールド、ショートコード
ね、ショートコードでこう囲んでこう何かリッチな装飾をするみたいなプラグインを入れてやっていた方ってすごい多いと思うんですけれども、そういうのが、ほとんど必要なくなりました。でカスタムフィールドに関しても、リッチなこのレイアウトができるようになったことで、不要になったと思っています。こんなブロックがあります。今までコンテンツを横並びにするっていうことがまずできなかったと思うんですけれども、こういうカラムブロックの登場とかでこう右カラムと左カラムが分かれていて画像と文章があってみたいな、2つにカラムを分けたり3つに分けたりということができるようになったり、メディアと文章っていうのは、左に画像があって今見出しとか文章とか入っていると思うんですけれども、そういうリッチなレイアウトができるようになりました。ちなみにこのメディアと文章というのはボタン1つのクリックで画像とこのコンテンツの位置を入れ替えたりとかもすぐできます。で、これ縦横中央揃いになってると思うんですけど、それも縦横中央揃いでなく上揃いとか下揃いとかそういうのもできます。で、あとはカバーですね。こういうあの画像にこういうあのちょっと暗いマスクみたいなものをかけてその上にコンテンツを表示させるっていうのが結構あの流行りのみたいかなと思うんですけども、そういうことも簡単にできるようになりました。これ全幅対応っていうのはテーマ側で対応が必要なんですけれども、まああの前半にしなくてもこの画像ブロック、あのカバーブロックっていうのは使えます。で、まあ段落とか画像とか今まで使っていたブロックはもちろんあるんですけれども、ウィジェットとかあとは YouTube とか Twitter をはじめとするこう埋め込みブロックっていうのがすごく種類が豊富にあります。まあ、他にも数えきれないぐらいの豊富なブロックの種類がたくさんあります。で、クラシックブロックっていうのもあって、一つのブロックを1個入れて一部分だけ旧クラシックエディターの表示で使うこともできます。何か理由があってその旧エディターでないと何かできないことがある場合も可能ですし、あと、以前に書いた記事も、書いた記事を見てもらうと管理画面に行ってもらうと、1個は大きいクラシックブロックになっています。なので、今までクラシックエディター使っていたからブロックエディターに変えたら何かなんかおかしくなっちゃうんじゃないかとか、なんか編集できなくなるんじゃないかとか、そういう心配はなしです。大丈夫です。そのクラシックエディターの中を触ってもらえれば、旧エディターの、やり方で普通に修正が可能になります。これがブロックエディターの基本なんですけれども、このピンクの欄のところが、タイトルを入力したり、本文を入力するところです。あの旧エディターの時もこの辺りのエリアがそうだったと思うんですけれどもそこが止まっていて、で緑のところがツールバーで、あの公開ボタンがあるようなところとかですね。で青色の欄が、詳細設定と書いてあるんですけれども、ブロックを選択した時にはブロックの詳細な設定をします。で記事の公開に関してもこの青エリアで、記事の設定に関してもここでやっていきます。今回ちょっとお話しするのは、主にこのピンクの欄と、詳細設定していく青色の欄のところを話していきます。でまずピンクの欄の本文入力のところを説明していきます。このプラスっていうところがいくつか出てくるんですけども、このプラスのボタンをクリックすると、ブロックの種類を選択することができます。もしくは、タイトルを追加した後に、Enter を押すとデフォルトが段落ブロックになっています。で、何のブロックをやった後も Enter を押すと次は段落ブロックがデフォルトになっているんですけども、そのデフォルトの段落ブロックのところでスラッシュを入力すると、ブロックがこうバッと呼び出されてきます。で、そこで例えば画像ブロックを挿入したいという時に画像をっていうふうに入力するとすぐに画像に関するブロックだけが出てきます。画像ブロックだったりギャラリーブロックだったりっていうのがパッと出てくるようになります。なのであのいろんなブロックがたくさんある中でもそのやり方をするとすぐあの選びたいブロックが選べます。これがその3つのブロックの追加方法です。ツールバーの一番上にあったツールバーのプラスボタンをクリックするとこれだけあのどんなブロックの内容かっていうのが右側に出ます。この部分ですね。で、今度は本文入力欄に普通にあのプラスボタンをクリックするとこういう普通の表示で
ブロックが選べます。次にスラッシュの場合、スラッシュで入力して画像をと選ぶと、こういう画像とかメディアと文章、ギャラリーといったような画像を使うようなブロックが自動的に出てきます。次に、青色の欄のところですね、詳細設定のところです。そこにここは、まずブロックの、詳細設定について説明します。今これは画像では画像ブロックを選択した状態です。でこの横に、ブロックのブロックタブっていうところが選択されているのが分かると思うんですが、ここでブロックの詳細設定をしていきます。でブロックにより設定できる項目が変わるんですけれども、この画像ブロックでしたら今見えているようにスタイルであるとか、あとはフォルトテキストですねを入れたり、あとはサイズを設定したりするところが出てきます。ちなみに余談なんですけど、このオルトテキストはここのオルトで書いてしまうと、メディアで入れてメディアでオルトタブを設定するとそのままずっと残るんですけれども、ここで書いたものはメディア自体に記録はされないです。なので使い回し、完全にこのオルトはこのオルトって決めてしまった場合はメディアに記録しておく方が、もう一回もう一回違う記事で使い回しするときにここを何回も書かないといけなくなるので、メディアで入力する方がそういうときは便利です。逆にこうオーバーライドしたり、この画像同じ画像なんだけどちょっと同じあんまりないと思うんですけども、違う意味合いで使いたいというときはオルトタグのものをオーバーライドができるということです。次は、ブロックの詳細ですけど、記事全体の設定になります。でブロック設定っていうこのブロックのタブがあるんですけど、その横に文章っていうタブがあります。この文章タブを選択すると記事全体の設定が可能になります。で、クラシックエディターと設定項目はそれほど変わりはないんですけれども、公開の設定ですね、公開状態の設定とかマンマリンクをここで入力したりとか、あとはカテゴリーの設定とかタグとかアイキャッチの設定とか、そういったものを設定します。それで公開をします。で、ここまでの簡単な操作をちょっとデモしたいなと思うんですけれども、この状態が、よくある皆さん見覚えのある投稿の画面なんですけれども、新規追加で、追加していきます。先ほど画像に出てきたんですけれどもここですね、このプラスボタンをクリックすると、ここですね、ここにどんなブロックかというのが出るようになっています。ここがツールバーの追加ボタン、こちらは本部入力欄ですね。本部入力欄の方の追加ボタンはこういう感じ、全部同じブロックだったんですけども、これはさっきのスラッシュ、これで入れることができます。実際ちょっと入れてみます。さっき言ってた大体できたオルトタグのことはここです。ここで設定すればメディアに記録されたままなので使い回しできるよって話をしたところですね。でこれで画像ブロックが入れられました。でこのブロック選択をしていると、この画像のスタイルであるとか、これ丸型のマスクですね、これができたりとか、この画像のサイズを変えたりとかっていうことができるようになります。でちょっと追加するときはこれをして、次は段落を入れてみますね。でこちらもブロック見ると、文字サイズであるとか、あとは色設定ですね、っていうのができるようになります。次に、文書タブの方で、
こで、カテゴリーとかですね、今ちょっとあの身分類しかないので身分類なんですけれども、ここでタグを入れたりとか、まあ、アイキャッチを入れて、設定ができます。ここで、コンツール1のところで公開するを選ぶと公開されます。こんな感じですね。これで公開されます。こんな感じで、ブロックを積み上げていく。どんどんこうプラスボタンで種類を選んで、こう積み重ねていくような感じでやってます。スライドに載っています。でもっと今は基本的な本当に使い方だけ教えあのお伝えしたんですけれども、もっと基本が知りたいとかツールバーのことについて全然触れてなかったんですけれども、そういう方にはあのワードキャスト東京2019年の先月行われたんですけれども、村上さん村上直子さんという方のスライドがすごくおすすめ、すごく詳しくておすすめなので、こちら、ぜひご覧いただければと思います。ではブロックデータの便利な機能というところを話していきます。これすごく一番あの肝になる、便利な機能なんですけれども、これは必ず今日は覚えて帰ってほしいなと思うんですけれども、これはめちゃくちゃ使います。複雑に組んだレイアウトとかも登録しておけば、どこでもどの記事でも再利用が可能になります。でパターン化しているものにめちゃくちゃ便利って書いてあるんですけれども、まあ、パターン化してるって何かって言ったら、まあ、記事の最後に必ずコールトゥーアクションみたいなものを入れるとか、こうあのよく使う、絶対使うみたいなものを、登録しておくと、もうあの呼び出してくるだけでいけるので、すごく便利です。で複数の、ブロックを再利用ブロックとして登録可能なので、こういろいろこうごちゃごちゃこうレイアウト組んで、よしできたっていうのをもう一回最初からやらなくても全部こう選択して再利用ブロックにしておけば、後でそのブロックいくつかの丸ごと復元できます。再利用が可能ということですね。で編集をクリックして書き換える、再利用ブロックにしてから編集っていうところを押して書き換えると、過去に投稿したブロックの全て入れ替わるんですね。ブロックがなので、3年前に作ろうが、1年前に作ろうが、まあ、数日前に作ろうが、全部同じブロックを配置していたとして、1個 その再利用ブロックを書き換えると、全部が書き換えられます。なので、例えば、キャンペーンバナーとかで、こう何月何日までセールしてますみたいなのを、例えばブログ記事とかに1個入れていきますよね。本当だったら、これ削除するか、また新しいセール期間が始まったときに、一時書き換えないといけないとか、あの一個一個設定し直さないといけなかったと思うんですけど、そういうのが、全部その再利用ブロックを書き換えるだけで全部オーバーライドされます。全部書き換わるのですごく便利です。で逆に、再利用ブロック自体はひな型として置いておいて、中身が変わるもの、同じ写真なんだけれども、あの顔写真とかで同じ写真なんだけど、毎回このセリフを違うのを喋らせるみたいなこととかがあったとして、そしたらもうそれを補わずとして、再利用ブロックに置いておいて、通常ブロックに変換というボタンを押すと、普通のブロックに変わるようになります。なので、書き換えてもオーバーライドされずに、ひな型は利用できるんだけれども書き換えはしないということができるようになります。で次、便利な機能なんですけども、全てのコンテンツをコピーというのがあります。これがちょっとあんまり説明しなかったツールバーの中にあって、ツールバーの 3ここ3つ点が並んでいる中の点が並んでいるものをクリックすると、こういうポップアップが開くんですけれども、これがの中の全てのコンテンツをコピーっていうのをクリックして、なんかあんまりちょっと分かりにくいんですけども、コピーしたものは違う新規ページに行ってもらって、コマンド V とかコントロール V で貼り付けていただくと、バッと全部のそのページ全部がコピーできます。貼り付けが、あの特に貼り付けボタンとかはないので、本当にコマンド V とかコントロール V とか右クリックで貼り付けみたいな感じになるんですけど、まあ、そういう感じで、全部のコンテンツがコピーできます。今まであのデュプリケイトポストとかあのプラグインでこう複製するものがあったと思うんですけど、
まあ、すごく大量にやる場合は仮画面でもっと簡単にできるのでそういうのを使ったらいいと思うんですけど、まあ、いくつか複製するぐらいだったらこれで十分かと思います。次にブロックマネージャーという機能があります。同じ3つの点の中にあってブロックマネージャーというのをクリックします。すると、こうチェックがついている状態で全部今は、ブロックが全部表示されている状態になっています。で、表示したくないものに関してはチェックを外すと、非表示になります。非表示にしたブロックはその追加ボタンを押しても出てこなくなります。例えばすごく種類が本当にたくさんあるんですね。例えばこう死っていうような、 なんか何に使うかわからないブロックとかがあって、その辺は多分あっても多分使わないなっていうのがあると思って、まあ、こう非表示ポチポチしていって非表示していってすっきりすることで探しやすくなる、ブロックを探しやすくなる。ただこれ自分の設定だけなんですね。だから自分が見づらいというか、いやもういらんなこれと思ったらポチポチしていったら見えなくなってさよかったって感じになるんですけど、例えばいろんな人と運用していたりとか、お客さんにはこのブロック見せたくないなみたいな、使ってほしくないなみたいな時にこれで できるかというとできないんですね。なのでそこだけがちょっと注意点です。で、今裁量ブロックの紹介をしたので、それのデモをちょっとしたいと思います。ボタンブロックなんですけども、このブロックの上にある3つの点をクリックしてもらうと、ここにここに再利用ブロックの追加っていうのが起こります。これを押してもらうと、これが、ブロックを作成しましたと採用ブロックに移動します。ここに、何でもいいんですけど、名前はこれが使いやすいというか、その自分が分かる名前をつけてもらってボタンをもらって、で、次に使うときにはこの再利用可能っていうところのブロックから選べるようになります。ここにさっき作ったボタンブロックというのがあります。これで、使えるようになりました。で、オーバーライドするっていうのは編集っていうところをします。編集っていうところを押してもらって、このボタンの色を例えば黒にします。これで保存します。こんな感じでオーバーライドされました。これ同じ記事内でやってるんですけれども、もちろん違う記事でやってもそういう風になります。で、通常ブロックに変換をしてみます。これまた同じ 3つの点をクリックしてもらって、通常のブロックへ変換というのがあります。これを押してもらいます。とこれでもう普通のボタンブロックに戻ったことになるので、例えばこれをまた相手と変えて音を示してこう表示すると、こっちは上書きされず、こっちだけ上書きされたと思うんですね。これは通常のブロックに変換したのでオーバーライドされてないということです。これを利用していろいろ見た目は同じなんだけど中身が変わるもの、逆に、オーバーライドされてほしいもの、そういうものを、に使っています。次にちょっとだけ、まだ不便だなと思うところの話をしていきます。インラインに弱いなんですけれども、文字の部分的な色変更とか、フォントサイズの変更ができないです。
ブロック全体の色とかフォントサイズが変わってしまうんですね。でもうあの今文字色を選択してるんですけど、ここ全部変わってると思います。ここをドラッグとかしてここを押しても全部変わります。まあそういう状態になっています。でカラーはプラグインを使えば一応選択した部分のみ変更するっていうことはあの可能なのです。あの後でちょっとそのプラグインを紹介したいと思うんですが、現状の、コアの機能としては搭載されてないです。で一応一周とかにも上がってるんですけど、 GitHub を見ると上がってるんですが、対応されてないってことはそんなに重視されてないのかなっていうのもずいぶん前から上がってるんですけど、まああんまりなのかなっていうふうには思っています。でテーブルがちょっと使いづらいって言ったんですけど、5.3 から、5.3 つい最近アップデートされたんですけど、T-Head っていうヘッダーセクションというのを設定することで TH が設定できるようになりました。今まで TD しかないテーブルしか作れなかったんですけど、で、まあ、あの TH できたと思ったんですけど、一応 TH を自由に指定できるわけではなくて、この1列しか指定できないんですね。でもあのやりたかったら HTML 編集っていうのをあのさっきの3つの点から選んで、で直接自分でタグを触って、で、まあ、見た目だけ戻したかったらあのビジュアル用に変換みたいなのがあって、それをしたらまたこの風に戻るんですけど、まあなんかちょっと手間だし、タグが分からないとできないですよね。で、まあ、今のところ他のプラグインでもこういうセルごとに何か設定できるっていうプラグインはちょっと今見つけられていないです。結構たくさん見てるんですけど、もしなんかあのいやこれめっちゃいいのあったでぜひ教えていただきたいです。まあ、あとはブロックの選択はちょっとシビアっていうことです。薄い点線がこうつくようになったんですね、 5.3 から。これカラムブロックなんですけど、今までこうなんか点線すらなくてどこ触ってるかわからないみたいなことがあったんですけど、ちょっと慣れるまで難しいかなと思います。まあでもこんなぐらいで相手いった感があるので、そんな不便に感じないし、使えない理由の方探してもないみたいな、もう絶対使った方がいいと。でここからちょっと細かいコードが出てくるんですけど、あのコードの内容を詳しく説明することが私ちょっとできないんですね、あのエンジニアではないので。でもこれをコピペするだけでできるっていうところまで書いています。ハンドブックみたいなのがあるんですけど、あのそれだけを見るとすごく簡素に書いてあって分かる人向けになっているので、これをコピペすれば、まあ、あのテーマにもよると思うんですけど、オレオレテーマでちょっと作られる場合は分かんないんですけど、まああの動くだろうっていう状態まで書いてあるので、まあ、ぜひやってみてもらいたいなと思っています。まずデフォルトのカラーパレットの変更ですけど、さっき私デモでやった時はあの色の変更した時なんか青系統のちょっと青とか黒系統ばっかり出てたと思うんですけど、あれテーマがあの用意してくれてるんですね。あの2019を使ってたんですけど、さっきのデモではあれはテーマはそういう風に設定してくれたんです。でデフォルトのカラーパレットってこういう感じなんです。結構ガチャガチャした色ばっかりが出ていて、あの使いたい色を選択しようと思ったらこのカスタムカラーっていうのを選んで自分で16進数の文字を入れて入力っていうのをやってたんですけど、それをお客さんに果たしてやってもらうのかっていうところがあるじゃないですか。でそれはちょっと無理だなと思って、で、まあ、じゃあ何でもいいから色使えっていうわけにも、まあ、いかないですし、じゃあどうしたらいいのかって思ったんですね。使いたい色だけちょっとパレットに表示させたいんだということで、それのカスタマイズがこのエディターカラーパレットっていう、アドテーマサポートっていう関数で、エディターカラーパレットっていうのがあるので、このコード、今ちょっとすごく細かいんですけど、ファンクションズ PHP にこの右のものを書いたのが、このカラーパレットになりました。でネームっていうところに、これが管理画面で表示される、こう、まあ、マウスを合わせると白って出てきます。あのさっきのカラーパレットで、スラグっていうところに、これが何のカラーなのかっていう、まああの1位の ID みたいなものを渡してあげて、でカラーは16進数で設定します。これを書いてるだけなんですけど、これでこのように表示されます。まあ、白が白、まあ、黒、ピンクですよね。でブルー、黄色みたいな感じで表示されます。これを設定しただけだったら、この管理画面だけこういう感じになるだけなので、次にスタイル CSS に、ハズスラッグバックグラウンドカラーと、ハズスラッグカラーの CSS を記入します。スラッグっていうのはさっきつけたやつですよね。
1位の ID みたいなものですけども、ハズのところの後に、さっきホワイトっていうのがあったんですけど、ホワイトのバックグラウンドカラーは、白ですよね。で、ハズのホワイトのカラーは、これも白。こういう感じで設定しておくと、フロント側に出力された記事の、ものも、ちゃんとこの色になってくれます。例えば管理画面でさっき選んだ色が、これを書かないと、出力された記事に関してはまあ変わっていないみたいなことになるんですけど、これを入力していくことで、スタイル CSS を当てておくことで、出力された記事もちゃんとこの色になってくれます。で次、これ、レスポンシブ埋め込みっていうのがあるんですけど、このアドテーマサポートのレスポンシブエンベッドっていうのがあるんですけど、これを入れておくだけで、YouTube とかの埋め込みしたときに、こう、レスポンシブ、こうギューッと縮めていくと、なんかもう、はみ出ちゃってもうめちゃくちゃなるみたいなのがあるので、それを今までは多分いちいちレスポンシブ化をしさせてたと思うんですね、自分で CSS を書いて。で私もこれ知らない間普通にブロックエッジやってても全然知らなくて自分で CSS 書いてたんですけど、これがこういう関数があるっていうのを初めて知って、もうこれを入れるだけでもう普通にレスポンシブ対応してくれます。 YouTube だけじゃなくて、そういうアスペクト比がこう大事になる埋め込みのものに関しては、まあ、ほぼ大丈夫みたいです。16対9とかのこういっぱいこう何対何っていうのが決まってるみたいなんで、それに漏れたものに関してはちょっと自分でレッド書かないといけないみたいなんですけど、もう YouTube とかに関してはもうこれはいらないです。これを書くだけでもう全部対応してくれます。これはアフターセットアップテーマっていうフックを使っているので、さっきのカラーパレットもそうなんですね。なので、一緒に書いても大丈夫、別に書かなくても大丈夫、追記するだけでも大丈夫。次、スタイルのバリエーションなんですけども、レジスターブロックスタイルさっき画像でスタイルを選んだと思うんですけれども、ここのバリエーションを増やします。で、丸型マスクっていうのを今選択した状態になっていると、この一番下のところの高度な設定というところに実は CSS のクラスが当たってるんですね。で、このスタイルが CSS のクラスが当たっているから、この丸型のスタイルになっていると思ってください。こういう仕組みになっています。なので言い換えれば、この高度な設定というのが必ず普通にあるので、そこに CSS、当てたかったらクラスをつけて自分でスタイル CSS に書いてもいいんですけど、お客さんにもしそのスタイルにしたいっていうときは、ここの、クラスをコピーして高度な設定のところに入れてくださいねとかいちいち言うの無理だと思うんですね。なので、もうそもそもこのスタイルっていうところに入れといてあげて、ここをクリックしたらこの CSS が入るようになっていたらすごく便利だと思うんです。でそういう機能です。でこれが例なんですけど、まあ、引用の、文字色コアに、引用っていうのがあるんですけれども、引用のブロックですね、それを、文字色が青いスタイルを作るっていう、例です。このファンクション PHP に、このコアのクォートを変えますということで、ネームを新しく設定して、まあ、ラベルとかつけて、でここにもうスタイルを直接書いちゃっています。すると、ここでカラーブルーって書いてますね。するとこういう感じでスタイルが増えます。したらここが青い文字になっている引用っていうのができました。こういう感じで、スタイルが増えてきます。あとはエディタとフロントを同じスタイルで表示っていうのがあるんですけど、管理画面と表の表示が違うと、どこを触ってるか分かりにくいというか、お客さんにとってちょっと難しいと思うんですね。なので、フロントの表示と、エディター内のスタイルを合わせるための、記述です。これが、アドテーマサポートのエディタースタイルというものです。ここの例では、テーマディレクトリのスタイルエディター CSS っていうスタイルシートを読み込んでいます。でスタイルエディター CSS には、フロントと同じスタイルで CSS を記述するわけです。で入力した CSS はこのボディの方とか22点とか書いてあるんですけど、実際に出力されるのはさっきの関数のおかげで、エディタースタイルラッパーっていうのが必ずつくようになります。これによってちょっと変な干渉が起きたりしないっていうことになります。で今言ったことはこのブロックエディターハンドブックに載っています。でテーマサポートっていうページにこのカラーパレットとかレスポンシブ埋め込
ミエディターとフロントも同じ表示っていうのが載っていて、ブロックフィルターズにスタイルのバリエーションの増やし方が書いてありますので、あの興味のある方っていうか、あのもっと詳しく知りたい方はこちらをご覧いただけたらと思います。あと余談というか、あのおまけなんですけど、カスタム投稿タイプでブロックエディターを使いたいときに、そのまま何もしなかったら、あれなんか旧エディターのままなんだけどっていうことがあるんですね。で、それを防ぐのには、カスタム投稿を、ファンクション PHP で自分で書いてる方は、レジスターポストタイプっていうところの、ショーインリセットをトゥルーにする必要があります。で、プラグインで使っている方は、REST API 表示みたいな表現の時があります。これはあのカスタムポストタイプ UI の例なんですけど、ここをトゥルーにします。そういうことをしないと、ブロックエディターが使えないっていうことがあります。でブロックエディターをより便利にするプラグインなんですけれども、ちょっと時間がすごくなくなってきたので、あのちょっとサクサクといきます。あの後でもう多分 URL 見てもらえばすぐいけると思うんですけど、これがあの、色の部分選択を可能にするプラグインです。アドリッチテクストツールフォークみたいな。でタイニング C アドバンストっていうのは、あの旧エディターでもよく使ってる方いらっしゃると思うんですけど、これも部分的な色選択を可能にします。次、ユニットテスト。例えば自分で自作したテーマの場合、ブロックが全部その対応できているか、レイアウト崩れが起きていないかっていうのを確かめたいというときに、このプラグインを入れると、ずらっと固定ページ1ページに全部出力してくれるんですね。コアのものだけですけど。で、表示崩れを確認できるっていうものです。あとはブロックの種類を増やす系のプラグインなんですけど、スノーモンキーブロックスっていうのがあります。これは、海外のプラグインっていうのは、大体トップページに使うようなリッチなデザインのブロックが多いんですけど、スノーモンキーブロックスに関してはこういう投稿とかで使えるようなちょっと日本人向けかなっていうような、この吹き出しとかは海外では全然ないんですけど、そういうものがあったりとか、ステップブロックがあったりとか、 Q&A ブロックがあったりとかっていうのがあります。そこがちょっと他と違うところかなと思います。あとコーブロックスっていう、プラグインは、このローブロックっていうのをすごい使っています。デフォルトのカラムブロックはこのガターっていうんですかね、この間溝の大きさとかも変えれないんですけど、これは変えれます。ちょっと機能が豊富ですね、普通のカラムブロックより。あとはもうカルセルブロックとか、もうあの数え切れないぐらいのたくさんのブロックが他にもあります。このアドバンストグーテンベルクっていうのもブロックを増やすものなんですけど、それだけじゃなくてブロックの非表示機能がすごくて、さっきあのブロック、あの自分のものしか無理ですよって言ってた、コアの機能では無理だって言ってたんですけど、これを使うとその権限ごとにブロックの非表示とかが可能になります。それがすごく便利です。で今度はアトミックブロックス。これはあのレイアウトっていうのがツールバーにできて、これをクリックするとこの右側にこう全部トップページのデザインみたいなのがあると思うんですけど、これをクリックすると全部そのデザインになります。あとはちょっと書き換えていくだけみたいな、そういうすごいやつもあります。でちょっとこういうのはコアにも実装されるっていう話は出ています。テンプレートの機能みたいなんですね。あとはもう本当にもうほんまいっぱいあるんですね。今もうあのこれが多分商売権になりつつあるんだと思うんです。なのですごくたくさん豊富にあるので、自分でも調べていただければと思います。であとはあのカスタムブロック作れないんですよ、私は。あのそういうブロックを新しく作るってことは私はできないんですけど、このプラグインを使えば、ちょっとカスタムフィールドっぽいこういう感じの見た目にはなるんですけど、一応カスタムブロックを作ることができます。自分で CSS だけ書いて、ここを入力すればあのいい感じにこう見た目は整えてくれるんですけど、入力時の見た目はちょっとカスタムフィールドみたいな感じですね。で最後、実際の運用の実例なんですけど、エディタとエディタの管理とか運用させていただいているサイトで、ニーモノマガジンウェブっていうのをさ、担当させていただいています。このあの DIY の商品の商社さんのオンドメディアなんですけれども、普通のブログです。で、記事の中身をブロックエディタを使っていただいています。でテーマは私は作ってないんですけど、エディタだけは私に任せてくださいということで、やらせていただいています。で記事の投稿は私ではなく、ライターさんが、書いていただいています。もうあのブロックが豊富すぎることが逆に問題になってくるんですね、こうなってくると。でなので、
こういう表現方法をしましょう、こういう時はっていうのを決めます、まず。で、それを再利用ブロックにする。で、あとはもう再利用ブロックしか触らないっていう風な運用をしています。でないと、あのいっぱいブロックがあって触りたくなって、いろいろやっていくうちにもう記事がカオスになるみたいな。で、全員がデザイナーなわけじゃないので、すごい自由な感じになってしまうので、それは避けたいので、私がブロックマスターとなって、この場合は私がブロックマスターとなって、こういう表現の時はこういうものを使いましょうっていうのを再利用ブロックに全部登録しています。で、あとはそこから選んでもらう。他にそういう違う表現方法がやりたいなっていう時には相談してもらうっていう形にしています。で、まあ、ブロックの使い方わからない時はキャプチャーを取ってチャットで説明して、そのキャプチャーはドロップボックスへ入れます。で、マニュアルを作っているので、そのマニュアルからもそのキャプチャーへのリンクを忘れず貼っていしています。あとは動画のマニュアルとかも作成予定なんですけど、ほぼほぼ作成しなくてもできている状態です。で、最後にブロックエディターはグーテンベルグのプロジェクトの一部なんですね。で、まあ、一緒の感じで最初は言われてたんですけど、今はグーテンベルグっていうのがもうプロジェクトの名前になっています。で、グーテンベルグのプラグインっていうのもあるんですけど、それを入れると一足早くちょっと新機能みたいなのを試せることができます。で、このページ、下記のページで情報を置くことも可能です。メイクワードプレスっていうところなんですけど、ここで、こういう機能が出ましたみたいな紹介もされてたりします。Gutenberg 7.0 でメニューかす、ブロックのメニューのブロックが出たみたいです。メニューを作成するブロックみたいなものが出たみたいですね。そんな感じで新しい情報が置くことができます。で、新しい機能の UI について議論されてたりとかもあるので、まあ、興味のある方はぜひ参加してみてください。で、使ったことなかった方はぜひ明日から使ってみたくなりましたよね。なんかありがとうございます。なので、ぜひ明日から使ってみてください。ご清聴ありがとうございました。これ、あのブロックエディターのこと結構つぶやいてるので、ぜひよかったらフォローしてください。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さん、ブロックマスターを目指して頑張ってください。はい、ですね、ちょっとまだ3分ぐらいなんで、ちょっとあの質疑応答ちょっと 2,3 問できたらなと思うんですけれども、何か質問ある方は挙手をお願いいたします。いいですか。あ、はい、どうぞ。お話ありがとうございました。さっき長谷川さんのセミナーではブロックエディターを、固定ページ、まあ、普通のページの方でも使ってるお話があったんですが、土井さんも、まあ、さっきのいいものマガジンの方ではあのブログにだけっておっしゃってたんですけど、固定ページとかそういうなんてページでもどんどん活用していきたいという感じでしょうか。そうですね、実際、使っているサイトもあります、他のお客さんで。もうあのそれだけでそれなりのページがブログにただけでそれなりのページができてしまうので、もうあの、うん、お客さんも更新できるっていう点がすごく大きいですよね。まあ、どうしてもさっきの長谷川さんの時もあったと思うんですけど、どうしても表現が難しいところは HTML ブロックを使ったりをしているんですけど、ほぼほぼもう普通のブロック板でできるようにはなってきています。まあ、あのお客さんからはその更新したいっていう要望があってそれをやったわけじゃないんですけど、多分更新してもらっても全く問題ないぐらいにはできています。はい、ありがとうございます。はい、他にご質問ある方は最後の人ぐらいなんですけれども、どうですかね、大丈夫ですか。はい、そうしましたら、土井さん本当にありがとうございました。改めまして土井さんに拍手をお願いいたします。